北海道炭鉱鉄道七7 1 7 0型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍した蒸気機関車である。関営ホロナイ鉄道が、吉爪クラスに引き続いて、1887年にアメリカのボールドウィン社から2両を輸入したテンダー機関車である。製造番号は8969、8970。同社が、 日本向けに制作した蒸気機関車の2番目のものである。番号は、吉爪クラスに続いて7、8とされ、当時、ホロナイ鉄道が経営を委託していた、北勇者の社長、村田つつみにちなんで、第1村田、第2村田と称していた。これらは2両とも、直接北海道に入っているが、西番8969は1888年に、 大阪鉄道に売却され、1890年に買い戻された。コロナイ鉄道払い下げの際は、北海道炭鉱鉄道に両社とも編入されている。メーカーの種別故障では8から 22D と称する、車軸配置2から6から0で2気筒単式の、飽和式テンダー機関車で、ダイヤモンド型の煙突や、カウキャッチャーを備えた。 ヨシネクラスと同様の古典的アメリカ型機関車であるがボイラーはワゴントップ型ではなくストレートトップ型で蒸気ドームは第二感道場に置かれている。過失を第二動輪と第三動輪の間に置く配置としたため、この間は 2296mm と第1、第二動輪間の 1372mm に対して大きく開いている。 テンダーは三軸で第二軸と第三軸をボギー台車とした型ボギー式である。輸入当初は7、8と不満されたが、1889年にコロナイ鉄道が北海道炭鉱鉄道には払い下げられたのに伴い、同社の B 型、後にロ型となった。これは同年に増備された吉常クラス2両の番号を従来車と連番に揃えるために、 本形式と番号を交換したもので、8、7が9、10となっている。その後、1906年に制定された鉄道国有法により、北海道大港鉄道は国有化され、これを受けて1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では、7170型に定められた。この間に、煙突は普通のパイプ型に変更され、 煙室も前方に延長、拡大されている。国有化後の配置は、くっちゃん、室蘭、朝日川、函館で入れ替えようとなっていたが、両社とも1920年にスッツ鉄道へ払い下げられ、同社のナンバーワン、ナンバー二となった。スッツ鉄道では、先駆区の事情によく適合した機関車として愛用されたが、1950年7月2日に発生した。 衝突事故によって、両者とも大破し、翌1951年3月に廃車となった。事故を起こした列車を救援士に行った機関車が、その列車と正面衝突を起こしたものであった。ありがとうございます。